はい、皆さんこんにちは。在営ライターのしおりです。今日はオクズフォードにある私のお気に入りのスポットをいくつかご紹介したいなと思います。前回はカバートマーケットの中にあるナッシングさんという雑貨屋さんでブローチを買いに行くっていう動画をアップしたんですけど、今日はそこのマーケットの中の散策から行きたいと思います。ここがナッシングさんだったんですけど、ここのね、近くにあるこのお店が、あのね、チョコレートがね、こんな風に販売されてるんですけど、中はジェラートとアイスクリームもあってあって、ここは結構私の一押しのお店です。マーケット内にもう1店舗あるんですけど、こちらはチョコレートだけの販売です。お店の方のおすすめはオックスフォードさんのリンデンチョコレートだそうです。 And Super Silky is the best of the best unless you like it dark. The best truffleYou'll ever taste. My favorite is the hazelnut. Barney's favorite is the... I think Barney's favorite is the champagne. But this is... はい、続いてはピンクのおじさんが目印のこちらのお店です。ミルクシェイクやスムージーが販売されていて、冷たい飲み物が欲しい時におすすめです。本当に読むだけで時間がかかるぐらいたくさんメニューが揃っています。これでカバードマーケットの用事はちょっと済んだんですけど、私がオックスフォードに来たらいつもご飯を食べに行っているお店があるので、そこのお店をご紹介したいなと思います。はい、こちらがラドクリフカメラです。そして向かいにあるのがセントメアリー教会です。ちょっとね、分かりにくいんですけど、ここのね、横にずっといたところにあのカフェがあるんですけど、そこで今日はお昼ご飯食べたいと思います。ボルツ&ガーデンというお店で朝ごはんの時間から営業されています。お店の中も過ごしやすい感じで、外にはテラス席もたくさん用意されています。メニューもたくさん美味しそうなのがあるんですけど、いつも同じのを繰り返し頼む癖があって、今日もいつものを注文しました。これがチーズレアビットっていうのイギリスの料理なんですけど、トーストみたいなやつかな、チーズのにサラダを一緒に乗せてもらうやつを、かなり量が多くてたまにお持ち帰りしちゃったりするんですけど、これをちょっとお昼ご飯にいただきたいと思います。今ね、ランチを終えて外に出てきたんですけど、これから一番のね、観光スポットでもあるクライストチャーチっていう方まで歩いて行って、その前にいつもね、お土産買うのに立ち寄ってるお店とかがあるので、ちょっと空いてるかわからないんだけど、そっちの方に行ってみたいと思います。アリスショップがこちらです。中がね、ちょっと撮影したらダメなので、ささっと行って戻ってこようかな。今日はなんかセールの日みたいです。今アリスショップに行ってきたんですけど、いつも私が買っているのがこの「イートミー」って書かれた小さなマーマレードです。で、これ本当にこのサイズで瓶に入ってるんですけど、1ポンドで購入できるので、ちょっとしたお友達のお土産だったりお礼だったり、まあ、自分用にもなんですけどぴったりなので、毎回気に入って買っています。他にもね、ブックマークだったりキーホルダーだったりいろんなものが販売されてるんですけど、アリスのね、モチーフが好きな方とかだったら多分すごい楽しいお店かなと思います。ちょっともう一軒チョコレートショップに行ってみたいと思います。はい、ショッピングモールのウエストゲートオックスフォードに移動してきました。チョコレートショップがここの中にあって、こちらのココケミステリーというお店です。レイコックという村にももう1店舗あって、私はそっちによく行っていました。これがキャラメルのデザートソースで、その下にあるのがチョコレートサラミですね。これも本当にいろんなフレーバーがあります。これはライチとかマンゴーとかフルーツ系のチョコレートで、おすすめのトリュフもあります。
板チョコもプレゼントみたいに包まれてすごく可愛くて、フレーバーもたくさん揃っています。はい、またまたクライストチャーチに戻ってきて、今見えてるのがトムタワーです。この中にグレートトムっていう名前の鐘が入ってるんですけど、イングランドで一番大きいサイズで、夜になるとね101回鐘が鳴ります。なので夜遅くまで散策される方だったり宿泊される方は、ここでね鐘の音を聞いてみるのもいいかもしれません。このアイスクリーム屋さんがちょうどトムタワーを見ながら食べられるので、結構ね観光に来ている方にとっても人気です。ここはアイスクリームが名物で、フレーバーもたくさん揃っているんですけど、お店のおすすめはオックスフォードブルーだそうです。ブルーベリーたっぷりのさっぱりしたアイスでした。最後にもう1店舗立ち寄ってロンドンに帰ろうと思います。ここが私がオックスフォードに来たら立ち寄っている本屋さんです。オックスフォード市内だったら自転車で本を届けてくれるみたいです。私のお気に入りはここの詩のコーナーと、ここの古本のコーナーです。ここに並んでるのは全部セカンドハンドの本なんですけど、ジャンル分けもきちんとされていて、とにかく扱っている本の数もたくさんあります。セカンドハンドセクションで安くなった本を買いました。まだ全然知らない本だったんですけど、たまたま手に取った本がライターさんたちの話だったので、ちょっとね読んでみようかなと思います。 7.99 が 6.99 引きなので1ポンドでした。はい、そしてまたパディントン駅に帰ってきました。帰りの電車はちょっと雨が降ってたりしたんですけど、その代わりに虹が見えたりしてね、ちょっと楽しかったです。ひとまずねお家にそれから帰りたいと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。今日見えた虹のお裾分けで終わりたいと思います。また次のお出かけ動画でお会いしましょう。